はい、すみません、こんにちは。こんにちは。突然なんですけれども、皆さん催眠術って信じてます？信じて…いやー、信じてないですね、私。うん、自分ごめんなさい、マジで見てないです、ね、まあ、ということで、今日の企画なんですけれども、ちょっとアイリスに催眠術をかけてみたということで、ガチでかけていただこうと思ってます。わー、嬉しい。ということで、今日は催眠術師の純一さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。どういった催眠術を？そうですね、普段指がくっついて離れなくなるとか、指が固まるとか、やりますし、あと、ね、よくテレビとかで3つ数えて眠りますとかってあるじゃないですか。はい、ああいうのもかけたりとか。ちなみに、どんな人がかかりやすいと思います？従順な人、素直な人、ピュアな人。確かにピュアな人かかりやすそう。疲れてる人。あー、疲れてる。なるほど、素直な人っていうのはかかりやすい。あ、そうなんだ。私から。疲れてる人、さっきおっしゃったじゃないですか。疲れてるとかかりづらいんですよ。あー、まあ逆にいいんだ。はい、疲れてるとどうしても集中力が続かなかったりするので。確かに、なるほどね。かかりやすい、まあ、素直な人だったりとか、想像力が豊かな人は結構かかりやすかったりとか。あ、でも、うちら声優だから想像力豊かなはずだよ。そうだね、確かに、確かに。うまい、楽しみですね。ですね。よろしくお願いします。お願いします。さっきね、イメージ力を使って催眠術を、ね、かけていくっていうお話ししたんですけども、右手に空にふわーっと浮いていく風船、ヘリウムガスのいっぱい入ってる紐のついてる風船ですね。風船を右手の手首に巻きつけたりとか、紐を握っても大丈夫です。自分の風船、イメージしやすい風船をイメージしてください。左手には分厚い本、辞書とか図鑑とか重たい本を載せていきます。これでこの後手が動いたりとか、軽さや重さを感じるかっていうのを見ていきますね。はい、じゃあ手を前にピンと伸ばしていただいて、はい、では目を閉じて、ではいきます。これからあなたの右手に空にふわーっと浮いていく風船を一つつけていきます。あなたの好きな色の風船をイメージしてください。そう、好きな色の風船をイメージすると右手に少し軽さを感じていきますよね。次は2個目の風船。そう、どんどん右手が空にふわーっと浮き上がっていきます。次は3つ目の風船。そう、右手がどんどん軽く持ち上げられるように。左手には分厚い本、辞書とか図鑑を一冊ドンと載せていきます。分厚い本なので重さを感じていきます。次は2冊目上に重ねてドンと置きます。では手の位置そのままで目を開けてください。おー、あれ動いてますね。動いてますね。はい、じゃあ一回手を楽にしていただいて。全く動いてない方もいましたね、今ね。あれ、VTR 見ると分かると思うんですけど、重さって感じました？え、なんか一瞬感じたような気もします。そうですよね。VTR 見ると分かるんですけど、本を置きますって言った時にすごい動いてるんですよ。左手には分厚い本、辞書とか図鑑を一冊ドンと載せていきます。動くのが正解ではなくて、言葉にどんな反応するかっていうのが、まあ、正解というか、ちなみに軽さとか重さを感じた方っていらっしゃいますか？感じたかな。感じました。はい、じゃあ今度は、よくテレビとかでも指くっつくとかってありますよね。ありますね。はい、これ見たことあります？あります。お、本当かってみんな思いました。思いました。じゃあちょっと体験してみます、これ。はい、いける。本当に不安なの私、はい、指輪つけてるからとかあります？あ、全然関係ないですね。大丈夫ですよ。あ、でも気になったら面白かった、撮ってもらえる。撮ろう。食べたいんだもん。やる気満々。ありがとうございます。めちゃめちゃ本気だ。ちょっとさっき悲しかったな。ちなみに今、指って離せます？離せますね。はい、これはこの
その後、このパッて離れなかったら催眠術にちょっとかかってる状態。手をガチッと組んで、肘をちょっとね、開きます。そうです、そうです。で、もし腕気使ったらちょっと曲げて大丈夫です。人差し指を持ち上げて、指と指の間をじーっと集中してみてください。そう、じーっと集中してみて、僕が指を広げてくださいって言ったら指広げます。そのまま真ん中じっと見てると指が真ん中にスーッと吸い寄せられる不思議な感覚楽しんでください。その後に皆さんの指に瞬間接着剤塗っていきます。瞬間接着剤乾くとどうなりますか？固まります。固まりますよね。もしこれだけで指くっついたら不思議ですよね。はい、ではやっていきたいと思います。もうかかってますよね。え、これもう指くっついてます？くっついてます。そうですよね。はい、早いですね。なんで手パーなの？はい、分かんない。しかもなんか言ってたよ、形が違う。みんなと違う。え、待ってよ。3、2、1、パッとやると。おお。なにこれ、これ。かかりやすいですね。すごい。あ、目は開けて大丈夫ですよ。目は開けて、指先じーっと見て、ちょっと待って、接着されてる。そうです、そうです。で、そのまま指を広げてください。そう、広げて真ん中じーっと見てると、どん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 指が真ん中にスーッと、あー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 、瞬間スーッと塗っていきます。そう、私従順だ。と塗って、瞬間接着剤乾くとどうなりますか？固まる。固まる。ガチガチにくっついて、もう指離れなくなってるの分かります？あ、確かに。あ、でもくっつきました。でも取れちゃうかも、頑張ったら。そう、頑張ったら取れ、取れます。そうそう、でもさっきみたいにパッて開かないですよね。確かに。そう、っていうことはかかってるんですよ。すごい。ちなみにどうします？もう解きます？腕鉄の棒にしてみます？あ、ちょっと、鉄の棒にしたい。鉄の棒にしたい。はい、じゃあ今度腕前にピッと伸ばしていただいて、はい、で、そのまま3、2、1の合図で腕を前にグッと伸ばすと、腕が鉄の棒になります。そう、腕に鉄の棒スーッと入っていって、3、2、1で腕を伸ばします。ではいきます。3、2、1、グッと伸ばして、カチッとやると思うので、鉄の棒になって曲がらなくなったの分かります？あ、なんかそういう、そう、腕曲がらなくなりましたよね。そう、肩からしか動かないの分かります？曲がっちゃったら曲がって大丈夫です。全然曲がっちゃうかも。曲げようと思えば、曲げようと思えば曲がりそうなんですけど。でも曲がってないですよね、今。うん、っていうことはかかってますよね。ちなみにさっき、すいません、3人の椅子にだけ瞬間接着剤塗ってたんですよ。もう指くっついてるっていうことは、椅子とお尻も瞬間接着剤が乾いて立てなくなってるの分かります？え、これ、すいません、立とうと思った。立とうと思った。あ、全然大丈夫ですよ。立つぞって。はい。皆さんに催眠術師になっていただきます。3、2、1で手をパンって叩くと催眠術解けます。曲げたい。じゃあ行きます。3、2、1。あー、解けましたね。久保田さん、待って、立ち方が変わりました。すごい。すごい。あー、食べました。びっくりした。めっちゃ疲れた。面白い。かけていきます。ということで、催眠術をやっていただきましたけど、はい、いかがですか？いや、なんか、すっごい、あの鉄のやつやってから腕がめっちゃ疲れて、今、あ、結構もう、すごい曲げようと頑張ってました。頑張ったら、もうプルプルプルってなっちゃって、ちょっとね、力が入ってたんでね、あの、ちょっと楽にしてくれた。ひめちゃん、これですか？こんな、結構緊張してたんですよ、私。うんうん、もしかしてかかんないかもしれないって、はい、雑念があったから。でも、めちゃめちゃかかりましたね。あ、楽しんでる証拠です。楽しい。楽しんでる証拠。なんでやばい。楽しくないわけじゃないよ。ちょっとくっついてましたもんね。ちょっとくっついてました。でもなんかもういけるって思ったら全然いけちゃった。楽しくないわけじゃないよ。ちょっともっとかかりたい。これ自分で自分に催眠かけることできる？あ、できます、できます。できるようになった、これ。お。本当？本当本当に、これだけ、そう、これだけできるようになった。わ、いいですね。普通にやってあげるよ。今日はここまでということで、はい、次回さらに強烈な、あ、やった。じゃあかかろう。かかりたい。かかりたい。ということで、じゃあこの催眠術が良かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、アイスでした。バイチューチュー。バイバーイ。エンジョイ、エンジョイ、エンジョイ催眠術、エンジョイ。